はいこんにちは、えー、と池上隆です、えー、大学で物理を教えている方からアート活動もしていてそれで今回はその今までの研究とそれを元にした、えー、とアートの作品について解説したいと思います <music> あの複雑系の科学という分野を立ち上げてそれでもうそれで30年近いんですけどもその分野っていうのは あのまあ、複雑さを失わない形で複雑さを理解しようという、まあ、ちょっとめちゃくちゃな試みなんですけれども特にまあ生物学、まあ、進化とか適応とかあるいはその何で物を考えるかとか分かるってどういうことかということを、えー、と数理の形でまあ言えたらいいなということで始まった学問です。 いわゆる AI 人工知能というのが、まあ、すごく取り出されていると思うんですね。人間の30年のでかかって得られるような情報をわずか数秒で集めるようなことが AI だったらできるわけじゃないですか。ところがそういった知能っていうのは普通生物生きたシステムがその後になって発達させるものですよね。例えばアメーバの持ってる知性とかミミズの持ってる知性とか。したがって もしも知能を理解しようとするならばその前提となっている生きた状態っていうのを作らなくちゃいけなくてそれに伴ってじゃあ AI をやるんだったらば人工の生命つまりアーティフィシャルライフっていうのをどうやって作るかっていうことが非常に注目されているんだと思います。<music> その僕が大学に入ったときに、えー、分子生物学っていうのが始まって非常にそれが人気を博し始めた時代だったんですね。1980年代なんですけども でそのころに、えーとまあ、生物の先生いろいろ見てもらったんだけども、まあ、自分が思ってるような生物の研究っていうのじゃなかったんですね残念ながらそれでもうちょっとその違う角度から生命を理解したいと思ってでそれを考えていくうちにやっぱり最初にやんなくちゃいけないと思ったのが、まあ、物理特に理論物理のアプローチっていうのが非常に自分にはそこから生物に向かっていく方が面白いんじゃないかなと思ってそれは結果として人工生命の研究になったということだと思います。 えーまあ、研究の中で大切にすることっていうのはあの新しいい発見がが生まれるかかどうかっていううととこ非常に大事だと思うんですねやってて自分がびっくりするとかそのどうしても友達に知らせたくなるとかでそういうような発見ができることが、まあ、研究の一番の,あの大,大事なところだしそれを研究を続けるモチベーションにもなると思っています。 これは難しいですねだから、まあ、一生懸命その毎日、あのー、画面を見続けるとかプログラムするとかいうのが必要だと思うんですけどもなんか研究やってると一番思うのはその研究と直行するような方向例えば今の場合だったらアートをやるとか音楽を聴きに行くとか、まあ、ファッションで買い物をするに行くとかそういうその全然違う角度のことがやってる時にふっとこう入ってきてそれでそれが発見につながることがま多いような気がします。 あの多分二つ理由があって一つは技術じゃなくて新しく作っちゃう新しく作ることによってその影として本物の生命現象とか自然現象を理解したい二番目に、まあ、現在の科学は論文を書いいてなんぼだっていう世界ですよねこんだけそのコンピューターが発達して VRAR とかいっぱい出てくるともうちょっと表現をいっぱい広げたいと。で現状その,その文章と書く論文からこぼれ落ちちゃうものを広 手手段段ととししてててアートいいいいうのも非常に素晴らしい表現手段を持っていると思っる思ます <music> あの例えばその物理学者のシュレジンガーが「生命とは何か」って本を書いてであの一世風靡したことがあったんですね。で物理学者になった人は大概そのシュレジンガーの「シュレジンガーていうのは子力学を考えた最初の人ですけども「生命とは何か」って本を読んで自分も考えてみようと思った人はいっぱいいると思うんですね。で まあ、エントロピーを食べるものとして生命を定義したのがシルジンガーですがシルジンガーはその時にもう一個そのアモルファス結晶じゃなくてちょっと壊れた結晶みたいなものが生命のもとになって関係あるんじゃないかという話をしててそこにすごくいろんなヒントがあって、えー、と物理の現象にとどまらないちょっとあの新しい複雑なものを作ってきてしまうシステムに、まあ、生命を生み出見して頑張っているとい,というところですね。その延長上にもしかして生命にたどり着けばいいなということですでちょっと答えになってないかもしれないですけども。 えと今度の作品っていうのは生命現象に近いような複雑さを持っているんだけれどもでも生命になりきらないものっていうのをいろいろ集めてその7つ代表的なものを集めてで展示しています。で最後にこのマリアの絵が一緒にやってるアーティストの上田さんに描いてもらって最後に何か一撃に入ると生命になるっていうことを象徴するものとして表してていい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 ますそううう作品でで楽しんでほしんんんほのののは生生命命にに近いんだけどももももじゃななとをみ見らた思っています。 一つはそれとその人工的に音がしてそれでその生命の影みたいなものを見る作品でもう一個はその砂の中、まあ、実は砂鉄なんですけども中をこう何かがこうザーッと動いているようなものが見える実体見えないんだけどもやっぱりそ,のそこに人間の想像力をもとにしてその過剰な生命的なものをまあ見てしまうものがある三つ目はあの実は人が見るとパッといなくなっちゃうような作品なんですね。 まあ逃げることが生命の一つの特徴なんじゃないかということを捉えていて、非常に面白いと思うんですね。僕がやっているのその生命になりきらないその複雑な現象とその生命から見てきたその間接的な生命らしさというものを掛けるっていうので非常に面白い対比になっていて、あのこう比べてみると面白いんじゃないかなと思っています。<music> 細胞を持って中に DNA があってということではなくても生命らしさ 可能な生命っていうのが始まるかもしれなくてでそいつをですね。ええー、と追っかけようっていうのは、ここでやってることから伺うことだと思うんです。で、もともと科学っていうのは、そういうふうにその今までやってきた。中を投資するだけじゃなくて、自分はこういう踏み方で見たいっていうことをガン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 押し進めてって、その先にまあ見えてくるものだと思うんですね。だから、ここはそういったそのものすごいチャレンジ精神で、ね、その先には何もないかもしれないけども、あの追っかけてみよう。っていう。 そのまあ、生きがいみたいなものが感じられるんじゃないかなと思っています。